はい、皆さんこんにちは、榊篤史でございます。2時をちょいと回りました。10月は29日の火曜日でございますね。あと1時間弱で、ですね、マーケットは終了します。今プラス250円ですか、249になりましたね。やはり、まあ、ちょい上げ、ドル円 152.92 とこの辺でうにゃうにゃです。小忙しいのはドルオンでして、1383と、うん、まあ小忙しいことでございますね、ほんまに。ねえ、ほんまに。玉突きたんっていう感じですね。今週はでも下手したらまだ今日火曜日でしょ、1400行く可能性ありますね、この感じだと。さて、本題はですね、公明党でございまして、石井代表落選をいたしました。で、埼玉の選挙区に出たんですけどもですね、まあ前は比例だったそうですね、石井さんという方は。それがまあ、党首が落選したら、シャレならやんということで、ですね、まあ当然お辞めになるわけですね。産経新聞にこんな記事が出てまして、昨日の21時22分。激震の公明、悩む公認選び、石井代表落選で大混乱、31日にも辞任表明と。ということで、本文ちょっと読みますと、公明党の石井啓一代表66の衆院選敗退で党内が大混乱に陥っている。石井氏は先月28日に代表に就任したばかりだが、落選を受けて31日にも辞任を表明する見通しだ。自民公明両党の過半数割れで勢力は流動化する中、公認の人事に頭を悩ませている。石井氏は28日党本部で記者会見し、自身の落選について国会議員で亡くなり代表を続けるといろんな困難が伴うと述べた。同時に私の力不足は全てだが、ちゃうあんたの力不足ちゃう、創価学会の衰退やんそれ以外ないやんそんな背景には政治と金の問題で厳しい逆風もあったと述べ、自民党への恨み節を漏らした。党内に衝撃が走るのも無理はない。石井氏は長年山口那津男前代表70人の後継と期待されており、先月末にようやく代表に就任したばかりだ。埼玉14区ね、党関係者は完全にもらい事故だとため息をついた。ちゃう創価学会の衰退やんそれ以外にないって。まあ以下いろいろあるんですけど、もうそれはね、こうなんていうか、こう目を背けてはいけない現実です。結局ね、カルトなんですよ、創価学会っていうのは。で、まあ僕らその外側の人間から見ると、きしょい連中なんですね。そう、学会っていうのはですね、きしょい連中で、その、きしょいというところをですね、メジャーになって、公明党という政党を作ってですね、なんか普通の宗教団体やねんで、というふうな顔をしたいがためにですね、こう、公明党という政党を作ってやってきたのがですね、その、本来のカルトに今戻りつつあるということですね。まあ、なんと言いますかですね、これからは衰退する運命にあってですね、今若い方、例えば30代ぐらいまでのですね、学会員というのは全部ですね、学会家庭に生まれた人でしょ。自分で入信したという30代より若い方、あるいは40代でもいいかもですね、自らの考えで入信したという人はほぼいないんちゃうんでしょうかね。ねえ、カルトというのはね、なんていうか、昔々出来たてのキリスト教もカルトやったんですね。イスラム教もカルトです。で、なぜそのカルトが広がるかというと、社会不安なんですよ。社会不安と自分の将来不安なんですね。これ、世の中どうなるか分からへんやんと。で、自分もどういうふうになって、どういうふうに生きていけるか分からへんやんという時に、人間って何かに頼るんですよ。まあ、それしゃあない話であってですね、何か心の支えになるものを得たいと思うんですね。それが宗教であったり、あるいは人間であったりするわけですね。この人についてたら大丈夫みたいなですね、人間ってそういうふうに思いたがるんですね。なんていうか、自分の頭で考えて、自分の考えでですね、物事を決めてですね、自分の方針を決めてってできる人間は少数派なんです。
ものすごく少数派で、大多数の人間は何かこう信じられるものがあったらついていきたいと思ってるわけなんですよ。でそういう時に広がっていくのが宗教なわけですね。で創価学会もですね、一番勢力が伸びたのはですね、終戦後のどさくさの時なんですね。でその時に池田大作という人物を得てですね、彼がものすごくです、ね、あの昭和30年代かな、終戦後のどさくさが日本が成長する時にやっぱり取り残される人々もいるわけですね。でそこにダーッと入っていったわけですよ。でもうそういう時期は終わった。日本は今成熟社会です。成熟社会においてですね、そういうカルトってのは流行りにくいんですね。さらにこう、なんて言いますかね、こうカルト化するんですよ、カルトって。そういう時に、まあオウム真理教がいい例ですね。人間が浮遊するっていうかですね、ああいうオカルトチックなことをやり始めるんですね、あの成熟期のカルトというのはですね。なんでですね、あのさらにカルト的になるんですけど、創価学会も出来立ての頃はカルトやった、カルトっぽいカルトやったんですね。今はなんかちょっとまともな顔してますけど、でも基本カルトなんですよ。あの宗教は最初はみんなカルトなんですよ。で基本嘘です。あの本当でないことを言って、何かないものを、目に見えないものを信じさせるって宗教ですから、で結局その創価学会がですね、あの公明党を作ってですね、要は学会を守るという本来の基本があるんですね、公明党っていうのは。昔池田大作がですね、証人喚問されかかったりしたんですね、何か原因かなんか忘れましたけど、そのすぐ後で自公連立ができたんですよ。そう守ってるでしょ、学会を。でもその池田大作ももうですね、お亡くなりになりました、去年でしたっけ。でそもそもなんか存在の基盤がですね、揺らいでいるのが今の学会でして、でさっきも申しました通り、新たに入信する人はほぼいないと思います。よほどのですね、こうなんて言いますか、グラグラしてる、心が迷ってる人ですね。で明らかに世間から貴重いというふうにこういう思われてるわけでしてですね、そこにわざわざ自分でこう入っていくってよほどのことです。だからほぼいません、新たに入る人は。僕が考えてる限りはね。ほんで出ていく人はいっぱいいます。だって元がインチキですからですね、来なあかんやんと思って気づいた人は出ていくわけだって。わずかに入ってくる人がいて、普通に出ていく人がいるわけであって、でしかもですね、あの高齢化してですね、あのじいちゃんばあちゃんはですね、あのどんどんあっちへ行きますよね。そうするとですね、あの勢力は減っていくということですね。日本の人口が減る以上の割合で勢力は衰えていってるというのが現状なわけです。それを立て直す材料は何にもありません。なんで今回はですね、大阪では選挙区全敗なんていうことになります。もう消えてく運命にあるんですよ。ただしですね、あの消え方はそんなに急ではないと。徐々にこうやっぱ年齢層がこう上がっていって、で上の方はどんどんあちら側に行ってるという、そういう消え方ですんで、20年や30年は続きますよ。でも今後ですね、勢力は伸びる、あの信者数が伸びるということはほぼないでしょうね。なんでもらい事故ちゃうんやで、あんたらもらい事故ちゃうで別に、運が悪かったわけちゃうであんたらが衰退してるんやということでございますね。はい、ということでですね、貼っておきましょう。激震の公明、伸び悩む公認選び、市代表落選で、大混乱公明党というタイトルですね。あれします、貼っておきましょう、このアドレスを。はい、皆さんどうもありがとうございました。